過去それまでね、去年までの生活スタイルにここから戻れるかって言ったら僕はそうは思ってなくて、リスタートはできないっていうか、リスタートにはならない。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。みんなはどう思ってるかちょっと分かんないんだけど、これは僕の考えね、以前送っていた生活や以前送っていたやっていた仕事のやり方に戻るのかっていう話。今があって未来があって過去それまでね、去年までの生活スタイルにここから戻れるかって言ったら僕はそうは思ってなくて、リスタートはできないっていうか、リスタートにはならない。もうすでに違う生活様式、まあ、要はそのライフスタイル、新たなライフスタイルを自分たちが提案して自分たちで作っていく時代に突入してるんじゃないのかっていうことをコロナのタイミングでやっぱ思って、そこに自分たちが適応していくことが何より大切なんじゃないかって思ったから、彼らや、まあ、僕の周りにいる仲間には全員にそう伝えて、とにかく適応するためにやらなきゃいけないことをやろうという、でもそれはそれをチャンスだと思ってやれるかどうかだと思うんだよね、それを悲観的に捉えてマイナス面ばっかり考えるのではなくて、大きなチャンスとして捉えた人たちだけがクリアできるんじゃないのかなっていう、それは本当に全てはじゃあ何なのっていうと、結局最終的にはそれは利益につながるわけじゃん、利益につながるんだけど、じゃあ大元は何なのかっていうと、それは思考なんだよ。人の根本的な行動の原理というか原動力はどこか、根源はどこかって言ったら、もうそれは思考でしかないんだよ、その人の思考がその人の行動を司っているわけだから、ほとんどの人は反射で動いてるんだよ、朝起きて顔洗って歯磨いてご飯食べて、何時になったら会社に行って学校に行ってっていう反射なんだよね、ほとんどが、考えてないんだよ、だけどこうあるべきだ、こうやって動くべきだ、こうしなければならないっていう一つ一つのことに対して自分がそのポジティブな、ね、思考を持った上で、このタイミングだからこれは大きなチャンスなんだっていうふうに考えると、非常にそこから先に、まあ、結果っていうのはそのすぐに出てこないから、半年1年もしくは2年後3年後に出てくるものなんだけど、その結果は大きく変わる。そうですよね、でもその例えば、まあ、いわゆるもう4月5月とかってもう先行きが本当いつまで続くのかが全く見えないっていう、ものすごいそういう意味では不安のでかい、どうなっちゃうんだろうっていうようなタイミングの時って、そのチームの人たちとかも絶対不安とかあるじゃないですか。そこはどう、実際に壊れてしまったスタッフもいるし、要は今までの状況があまりにも変わりすぎてしまって対応や適応ができないスタッフ、でも僕が言うのは前に戻るって思うから壊れるわけで、こうなってしまったことに対して、じゃあこの世界でどうやってクリエイトしていくかってことを考えてやっていく思考がなかったら生きていけないぜっていう話になって、ダメな人間はやめるか必死に歯を食いしばって僕が描くものを頑張ってそこにたどり着こうとするか、どっちか選んでいいよっていうので、ほとんどのスタッフはついてくる方を選んで、でもう無理だっていうスタッフは辞めたんだよ、で辞めたスタッフに対してはもうしょうがないと思ってる、けど、ね、必死になって頑張ろうと思ったスタッフは、
現に今別の技術を手に入れることでさらに前に進むことができたし、全ては思考なんだよ、その反射も思考に基づいた反射をするということですよね。だから基本的な人間の行動っていうのは一日のほとんどが反射で動いているんだけれども、そのベースとなっている考え方や思考だよね、がポジティブなものなのかネガティブなものなのかって、それがその思考がポジティブな行動に結びつけられるものなのかどうかっていうことがすごく大きく自分の人生に、己の人生に返ってくる。でしかもそれはすぐ返ってくるんじゃなくて半年1年2年っていうふうに後で返ってくるようなものだから、そうですね、みんなすぐね結果を求めたがるけど、行動したものが結果になって出てくるのってタイムラグがあるからさ。そうですね。でみんな不安じゃん、結果が出るまで分かんないから、だけどなんで成功してる人ってずっと成功し続けるのっていうと、その成功するサイクルが分かってるんだよね。はいはい。やって、まあ行動をして、行動した先にいろんな障害や壁があって、でもそれを乗り越えてその先にたどり着いた後に出てくる結果が、まあ一つの成功っていう事例だとしたら、これをどん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 ショートカットしていけるようになるというか、自分のアイデアそのものが、そうすると結論どうなるかっていうと、もちろん僕だって最初からそれができたわけじゃないよ、だけどまず発想がポンと浮かぶ、で発想が浮かんだらその発想を具現化しよう、でも具現化そのするっていう、みんなねこのタイミングで具現化しようってなった時に目の前に壁があるっていうふうになるんだけど、僕は発想が浮かぶイコールこの発想は何かっていうと、単純に思いつきではなくて、発想が浮かんだ瞬間に今度結果を見るっていうことをすごくやるんだよ。結果をどこに持っていくのかっていう、でその発想が浮かんだ瞬間に今度結果のイメージを限りなく強くして、結果から今の自分まで逆算するとやらなければいけないことが最短距離で分かるようになる。で僕の目線は常に結果にあって、そこに向かっていろんなことを乗り越えて、でも苦しいことやしんどいことは確かにあるんだけれども、結果に向かってずっと歩いていくっていう、で結果にたどり着いてその結果を手にするっていうことを何回か繰り返していくうちに、どういうことが起きるかっていうと、発想が浮かんだ瞬間にこうなってる自分がもう見えるっていうパターンが手に入るようになる、でもこれはいきなりは手に入らなくて、これは10年かかる人もいれば20年かかる人もいる、5年でできる人もいるし、それは人の行動力にもよるんだけども、ただ僕が言えるのはこれはやりきった人、何回かこれを繰り返した人たちが手に入れる、いわゆる正のパターンというか、ポジティブのループというか、ポジティブの思考、発想なんだよ、そこが手に入るまでが苦しいっていう、そうですよね、ことなんだよ、なんかやっていくとそれが、あ、自分の、あ、これ必勝パターンみたいなありますもんね。ある、でもそれが確信持てないとなかなかそこに突き進めないっていう気持ちもなんか分かりますけど、でもさ、世の中の人たちってさ、これ逆も言えることで、浮かぶ、やる、失敗する、で時間が無駄になった、浮かぶ、やる、行動する、つまずく、ぶつかる、苦しい、しんどい、失敗する、諦める、これを何回も繰り返すと、そのうち浮かんでもどうせ失敗するしなっていうループが生まれてしまって、負のループもあるんですね。そう、結局ね、正のループができる人は、これはどんどんショートカットして最終的に浮かんだ瞬間に成功する、
浮かんだ瞬間にお金が入るっていうことが見えるからここ苦しくなくなる、うん、でも途中で諦めてやめてしまった人たちは結果は結論時間が無駄になった、しんどいだけだった、苦しい思いした、お金も使った時間も使ったっていう思いしか残んなくて、これがどん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 近づいていって結論浮かんだ瞬間にまたこうなるからやめようっていうループや思考になってしまうっていう話なんで、そうすると結論もう何もしなくなる、しない方がいい、そうですね、うん、でもそのポジティブのループとかもすごいわかるんですけど、特に僕、まあ、ここ何年もガクさんとご一緒させてもらって他と全然違うなと思うのが、まあ、成功してる人たちってそのループ持ってるじゃないですか、こうやればうまくいかせる自信があって、うん、うまくいくまでやればできるっていうことを確信していて、うん、ガクさんの場合ってスタートのジャブっていうんですか、気になった瞬間にすぐ調べる動くとかが連動して、ボクサーでいうジャブを普通だってじゃあこれやってみようかな、とりあえずジャブ打ってみようなのが、ガクさんの場合もうところ構わずジャブ打つじゃないですか、とりあえずまず調べるっていうのが早いなっていう、知ったり思いついたりしてから調べるっていうアクションであったりとか、どっかにコンタクトを取ってみるっていうアクションまでが他の人に比べてめっちゃ早くて、で調べていけそうだったらもうボクシングでワンツーがもうほとんど同時タイミングで、1でジャブ当たるんであれば2行きますみたいなぐらい、調べるコンタクトを取る動向っていうのがすごい早くて、どういう感覚なのかなっていう、もうちょっとでも知った知識があるとすぐじゃあこれはどうだろうこれはどうだろうって、普通に車運転しててもすぐ隣に座ってる人に調べてもらったりとか、後に伸ばさないじゃないですか。そこに時間かけることにあまり美徳を感じないというか、メリットがないというか、はい、とにかく行動することが何より大切っていう、まあ、その信念が変わってないから、だからたどり着きたいんだよ早く。そのためには早く行動しなきゃいけないわけじゃん。その調べる行為だって、はい、まあ、言ったら時間のかかる行為なわけで、いちいちそこに時間かけてらんないっていう感覚なんだよ。もったいないんだよ、はい。なんかその速さが、そのジャブが例えば同じその日にやるんでも、昼にそれを知って昼に調べてればその日だったら営業してるからコンタクト取るとかアポ取るとかっていうのにその日のうちに完結できたりするじゃないですか。それを夜じゃあ調べようってなると、もうそのアポ取ったりコンタクト取るのは翌日に回ることになるじゃないですか。だからね、よく人の行動を見てて、はい、この人遅いなって思うことが多いんだよ、でしょうね。例えばさ、話してて、じゃあ明日とりあえず連絡しますって言うじゃん、はいはい、なんでなんで明日連絡すんのなんで一日置くのって、はいはい、この行為が500回続くってことは、600回続くってことは、人生の中でそのお前のそのパターンが1000回続いたら3年棒に振るぜって。そうですよねって話じゃん、はいはい、要はパッて話をした瞬間に、じゃあ今すぐ連絡取りますってやれる人と、明日じゃあとりあえず連絡してみて明日確認しますって人の1日24時間の差が出るわけだよね。で24時間の差が生まれるってことは、1回の案件で24時間のタイムラグがあるわけだから、これ1000件あったら3年損するんだよ。そうですよね、そうですよね。僕そこまでイメージできてなくて、で学生はご自身だけじゃなくてチーム全員にそれを徹底するじゃないですか。もちろん何かをやるって一人だけでやるわけじゃないから、それを徹底する重要性とかも、例えば周りの人とかが学生これってなんだっけこうなんだっけっていうと、すぐその場で確認し始めるじゃないですか。で分かんなかったら最悪大学の教授に問い合わせてでも確認しようとするじゃないですか。でそれが正確じゃないといけないから、間違ってるわけにもいかないからダブルチェックもしたりとかっていうのが、それが分かんないまま次の日に持ち越すことはできないから、分かるまでずっとチームの人たちが調べたり動いたりとかしてるっていう、このスピードは例えば僕自身が仮に行動力があったとして、自分でどうあれしても同じ会社のチームの人たちがじゃあ明日までにやっときますみたいなあれだったら結局同じスピードになっちゃうじゃないですか。そうだから僕がねよく言ってるのは、思うんだけど、その会社の質とか結局ね、一人ではお金って稼げないし、会社の質になるわけじゃない。で会社って何なんていうと、結局自分の鏡だと思うんだよ、うん、
昔はさ、ワンマンの会社はダメだみたいなことをよく言ってたけど、はい、僕はそうは思ってなくて、むしろワンマンだから成り立つわけで、はい、で大きくなればなるほど動き悪くなるし、大企業になればなるほど規模が大きくて、大企業ってね、大企業、中企業、小企業と僕らみたいなもう本当に個に近い少人数で動いてるところの差って何なのって話なんだけど、はい、大企業っていうのは基本的に自分たちの作った資産、財産をいかに目減りさせないかっていうことに対するそこに注力が本当に必要で、リスクを取らないでなるべくマイナスを減らすっていうことを考えてやっていっている人たちなわけで、そこのスピードと同じことをやってたら勝てるわけがないわけじゃん。で僕らがその人たちに勝てるのって何かっていうのはスピード力なんだよ。Don't forget to always walk on the wild side.